赤穂神社は奈良県奈良市高畑家町にある神社である。式内社。縁起式書祭の神社で二月堂のお水取りの際に読み上げられる神明帳にも赤穂明神とある。天武天皇6年4月14日に十四王女を天武天皇10年にひかみ娘を赤穂の地に葬ったと日本書紀に記されており、その赤穂としてこの地が有力とされている。 アの小屋根の命を主催神とし、天馬宮、弁祭天を合祀した社を平地している。後期の姫君を祀るとの公費伝承もあり、女性主語の霊言があるとされている。アスカ時代よりの藤原氏の氏神であり、平城戦都に伴いこの地に遷座したと伝わる。熟党をひもろぎにかけ、赤にぼに聞き職したまえと申したことより、赤濁の社と呼ばれるようになったという。 元は数百坪ほどの斜地があったと言われ、名医町の通りに大鳥居があり、桜の名所である新寮も所持していた。高年齢になり、一帯が桜田と呼ばれた。明治維新を機に荒廃し、200個近い家々、ネギの大半が離散し、築地米のみが虚しく残ったと言い、堀夫らが哀席の私分を残したとされる。これを嘆いた地元の有志によって復興が進められ、 天馬宮と、弁災天社を行使して、阿公神社の左に廃止、二社並村という形とした。1930年、この近所にある新薬師寺のそばの鏡神社の別社となり、現在に至る。聖武天皇が、眼病の際、新薬師寺に記念したところ、夢に、阿公の神に乗り、社の西南にある清浄水で目を洗うべしとの信託があった。 その通りにしたところたちまち近い牛。それにちなみその清水は、民意と名付けられ、今は、赤いと呼ばれる。ありがとうございます。